松崎異空間へようこそ。ようこそ。今日はディナーでございます。ディナーでございます。そうだ、いつもランチだ。ここも猫たまるの丸さんからの紹介。フグの唐揚げ。安いよ。どんなところでも。あ、お安いですね。これすごいな。うん、メニュー。メニューなわけじゃなくて、こっちごっついやつだ。食事ここだ。天丼、時間をいただきます。うん。行きます。これ唐揚げ行きたいんでしょ。あ、どちらもいいですよ。これ天丼行くわ。じゃあ俺唐揚げ行こうかな。うん。爆弾丼とかもいい。他のメニュー。あ、あと飲み物。唐揚げだ。OK。OK。結構安いですね。うん。マスケース。マスケース。トンボロ行ってみたいですよね。トンボロ、あ、そうだね。うん、今トンボロどうなんだろう。あとこれも行きたいです。うん、あ、なんだっけ、遊覧船。遊覧船。あ、黄金岬。黄金岬。黄金岬。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。これも塗ってあるみたいに見えるけど、壁紙なんだね。うん。あ、本当だ。っていうかさ、窓をつけるだけでも、あのキッチンのとこ開けるこうと思ったけど、はい、穴を開けるだけでも随分。ああ、そうですね。うちの家もあそこ。今日はあれですね。あの、うん、ビジネスに成功するには、うん、ちょっと今日は語っていこうかな。何チューバーで。綺麗なお店だね。おしゃれですね。ナチュラルエイジン天丼楽しみだな。なんかあれでしたね、丸さんが言うにはなんかやべやべ感あるおでん、土鍋でおでん頼んで850円がついよね。うん、そうですね。牡蠣、柳川ってなんだ柳川。なんか聞いたことあるな。怖いよ怖いよですか。え、それが何を怖いな怖いなか。怖いよ怖いよ、やばいよやばいよ、怖いな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 。爆弾丼気になる。爆弾丼がなんかそのインターネットで見たら、うん、結構みんな爆弾とか爆弾丼書いてありました。あれじゃないですか、たくあんとか入ったりしてるやつ、うん、なんだっけ、うん、こんな感じで爆弾丼気になるね。美味しそうですよね。ね、マグロのたたきとなネバネバ丼みたいな感じかな、うん、ちょっとそんな感じですね。これ、こういうのが好きだな、これ一回のためこれ荷物入れるやつでしょ、と。あ、焼肉屋さんとかに。あ、じゃあダメだ。そうそう、焼肉屋さんとかによくコード入れたりとか。はい、匂いつかないやつ。うん、居酒屋のボックスとかさ、ちょっと憧れるんだよね。あ、鳥貴族とかですか。そうそうそう、あれ家にあったらちょっといいなって。俺意外と B クラス入ってきたりするんじゃないかなと思って。唐揚げ店を出します。はい、ありがとうございます。すごい、うまそう。小鉢多い。これで1300円はいいですね。うん、ご飯もなんだそれ。白いご飯じゃない。なんですかね。チャーハンに見える。なんやろ。ワクワクじゃねえか。もう、こういうの俺らは大好きですからね。大好き。だけど、ほい。唐揚げ多いよね。唐揚げすげえな。9個。9個。はい。いただきます。おいよ。いざ、実食。いい音、サップサプ。あ、ほんま。うん。竜田揚げっぽい感じです。ほほほほほほ。うん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 。優しいチャーハンみたいな感じ。へ、うん、天丼はお時間かかりますって書いてあったからな、うん、これでいくらって安くね。1300円ですね。お安いですね。うん、美味しい、うん、これサラダにもフライドオニオンとかかかってますね、うんうん、でも1300円ってこれはかなり、うん、伊豆のお食事どころランキングちょっと上位1位に争うんだ。
マジで、はい、でもこれがそうだな、俺も次唐揚げ行ってもいいな。ちょっと待って、もう一回サイメニュー、はい、サイメニューいきます。地のりのお茶漬け、へぇ、天丼楽しみだな。楽しみだな。これはもう腹食うだよ。結構なボリュームじゃないですか、多分かね、うん、これで1300円だもんね、うん、壁に挟まれてるんだったら、あっちに甲羅になったよね。お待たせしました。ありがとう、はい、いいですか、はい、すごい、おお、すげえ、はい、ありがとうございます。大丈夫、来ました、来ました。え、何がいるんだろう。美味しそうだな。ね、天丼もいっぱい小鉢ついてますね。ほんとだね、お豆、本当だ、お豆だ、違う。何がいるんだろう、いただきます。おい、え、もういきなりいっちゃうかな。エビは分かっ、それ何ですか。これはエビすごい、ご飯が遠い。おう、すごい、ご飯が遠いよエビまずいただきます。うん、うん、エビは真っ黒にあるよね。うん、うまい。うん、エビは2匹おるのでいい。え、マジでちょっと結構サクサクっていうのはタレ結構染み込み系って感じ。そうだね、しみしみ系。うん、なんすか、白身魚、肉、肉、お肉、鶏天、鶏天、うん、うん、え、ちょっと楽しいんじゃない。キノコも何種類もあるんじゃない。うん、なんだろう、マジで。あ、え、ふわふわ魚系だ。あ、白身魚。これ、ね、老眼だから一回遠ざけるっていう入麺うまいな、優しい優しいですよね。うん、うん、これもすごい、これいってみる。なんだこれ、うん、ネギ、わ、ネギ、うん、ネギの天ぷらも初めて、うん、うまい、ネギ、なんかトロットロ、うん、ネギの天ぷらってうま、聞かないですね、まあ、うん、うまめな。これ角ってばメニューがずっとそうまだ絶対に行ってみます。海苔ですよね、巻いた、うん、肉ですか、うん、野菜、うん、イカ、イカだ、イカ、練り物、あ、練り物か、うん、かも、へぇ、うん、美味しい。天ぷらで何が一番好きですか。さつまいも、まあ、美味しいですけど、俺なんだと思います。ごめん、なんかごめん、いや、全然いいですけど説明しますと、あれどこだっけ、竹内だっけ、勝善だっけ、勝善、西伊豆の勝善さんで天丼だっけ、あれ天丼です。天丼でナス入ってますかって言って、だから入ってるって言うからね、うん、これのがナス食えないからナスをやめてくださいって、出していいですって言ったら、まさきくんのもなくなっちゃったんだよ何になったんだっけ、何だっけ、なんかかぼちゃだ、かぼちゃ、そう、かぼちゃだ。これは女の人とか無理になるよかもしれない。うん、本当ですね、うん、ごちそうさまでした。まさきくんもやったんでしょうか。あ、まさきくん、やばい、もちろんちょっとおっちゃん、出すな、うそ、美味しかったです。マジうまかった。これは絶対リピート案件だね、うん、おすすめでございます。
次はあなたのお店。エッチ母急にそういうのを言われると思う。すごい。